はい、今回も始めていきます。はい、現在そのシワを塗るみたいなことをやってる最中ではあるんですけども、そこでついついね、稜線という言葉だったり、延辺対比という言葉だったりっていうのを私が多用しているということがございまして、そろそろちょっと説明しないとなーつのね、思いながらテロップちゃんにも指摘されて、みたいなとこがありまして、今回、ちょっとこの話一発入れていこうかなと思っております。ズバリ、今回のテーマ、改めまして、左上に書いているこれですね。延辺対比と、稜線、と言います。字が潰れちゃってる。これあれかな？ボールド入ってるかな？ちょっと待って。で、なんでこんな話をするかというところで、まあ、シワの方の話でもあったんですけど、まずはこちら。ご覧ください。ドン。ね。向かって左。髪の毛を描いてるイメージ。そして、右側。服のシワ描いてるイメージ。なんですけども、こちら。こういう表現ってよく見かけると思うし、青が意外と見づらいというね。なんならもう皆さん絵描くときについついこういうのを入れちゃってるっていうのあるんじゃないですか？私は入れてます。で、私もまあもともとこういうのを結構入れてて描いてたんですけど、多分初めのうちってあれですよね。見よう見まねというか、お、なんかこんなことやってるなーって書いて、やってみたら、お、なんかかっこいいって。じゃあ、いい入れよう、みたいな。そういう流れで入れてて、こいつらの正体って何かっていうのはあんまり多分考えてないと思います。私は考えてなかったです。皆さんが考えてたら、すみません、謝ります。はい。なんですよ。まあ、まずその、これがあるとかっこいい理由なんですけども、まあ、単純に、コントラストがここでつくから。絵っていうのは、その、陰影が強い、コントラストが強いと、一般的にかっこよく見えると。デッサンとかやる際も、多分初めのうちはもっと陰影強くしなさいみたいな指摘を受けることが多いと思うんですけども、まあ、それもしっかりですね。こう、コントラストがここでパキッとつくんですよ。まあ、絵がかっこいい一つの理由ではございます。はい。で、ついついつけちゃうんですけども、で、こいつらの正体が、このね、まあ、延辺対比、もしくは稜線。この二つは全然違うものなんですけども、これのどちらかを表していると、デフォルメ的にと。まあ、そういうことになります。はい。なので、ちょっとこれからもですね、この言葉を私多用することがございますので、一旦このあたりでしっかりと説明しておこうかなと思っております。そういう次第でございます。それが経緯。まず一つ目、延辺対比のところやっていきたいと思います。こちらね、こちらやっていきます。延辺対比、まあ簡単です。準備はこれだけ。これがそうです。はい。皆さんの目の前にあるこれ、もうこれ延辺対比です。終わり。じゃじゃんというところで、何か、わかりますかね皆さん、これ見てて。なんだこれ、なんだ正方形、グレーの正方形4つ並んでて、何を言いたいんだってとこあるかと思うんですけども、なんだこれ。ね。延辺対比とは、縁、辺、対比。つまり、縁っていうか、このあたり。正方形と正方形がつながっているこの3箇所。ここで起こりうる錯視です。錯視というか、まあまあ、なんて言うんだろう、それで錯視ですね。はい。そういう風に見えちゃうって実際そうなってないけど、目の錯覚でそういう風に見えちゃうと。そういった類のものになります。どういうことかというと、言葉で頑張ってまず説明すると、濃さの違うというか、明るさの違う二つのものが隣り合ったとき、目の錯覚が起こる。何が起こるかというと、明るい方がより明るく見えて、暗いところはより暗く見える。そういう目の錯覚。ここで言うと、この部分っていうのが
本来よりも、バンドで書くか。バンドマンじゃないけどね。この部分が、本来よりも少し明るく見えて、こっちのこの部分が、本来よりも暗く見える。そういった流れです。なので、そういう目で見るとですね、例えばこの四角、左から2番目のこの四角を見ると、左から右に向かって、薄くなって見える。こっちが濃い。そして、こっちが薄い。という風に、グラデーションになって見える。見えますかね、皆さん。一応見えるはずです。そういう目で頑張ってみると。これを、円辺対比と呼びます。はい。つまりですね、円辺対比として、考えた場合の話をすると、はい、わかりますから、こういうところ。明るい部分と暗い部分が隣り合っている時に、この暗い部分をより暗くする。つまり、まあ、目のその錯覚というものを顕著に表す。ここを白くするのも同じ理由ですね。はい、こういうとこを白くすることもあるんですが、そういった目の錯覚、錯視をですね、より誇張して描いている表現ということも言えるかと思います。これが一つ目の候補ですね。考えられる理由。そして二つ目、両線と呼ばれるもの。こちらについて話を進めたいと思います。両線というのはまあ山の話でもよく出るんですが、美術の用語で申しますと、面と面、面出ましたよ。私面大好きな人間でね、よく講座動画でも言ってるんですけども、面と面の境界の部分を両線と呼びます。すなわち、箱で言うとですね、今から赤で書くこの Y 字ライン、これを両線と呼びます。一応ね、これはまあ覚えておいて損はないかなと思うんですけども、はい。そっから少しずつ話を発展させましてですね。よくまあ球体からいきますかね。球体でこういう話よく出るんですけども、これ球体。はい。まあ、斜め上、左斜め上から光が当たってると、玉っていうのはこういう風に見えます。こういう風に見えるんですけども、実はですね、反射光と呼ばれるものがこの世にございます。光がこうバーンと来て当たって明るくなるんですけども、まあ、例えば違うところにこう床とかにね、こう光が当たって、それがポンと跳ね返って、こっちの方に少しだけ光が当たる。そういった現象が起こります。これはまあ美術の話なので、まあまあデッサンの話として捉えていただければと思います。まあ、検索してもすぐ出ると思うんで。とするとですね、するとですよ、何が起こるかというと、はい。下からの光を受けた玉は、ここが少し明るくなります。結果として、下からもちょっと光を受ける。直射光ほどじゃないけど、ちょっとだけ受けると。はい。こういう風になります。その結果、何が起こりますか？さらに言うと、玉で一番明るく、暗くなるラインっていうのが、ここになります。極端に書くとね。ここが一番暗くなる、玉って。だから、宝石玉書いたりするときって、結構この辺を一番暗くすると思うんですね。つまり、直射光と反射光の間に挟まれた、最も光が当たらない場所です。ある意味これをね、面の切り替わりということができなくもない。ね。はい。結局光って面で当たるんで。とするならばですよ。はい。ここが一番の面の切り替わりポイントということになりますので、わーっといい。はい。まあ、これを、この辺のラインを、まあ、両線と呼びます。Q の場合はね、これをまあ面の切り替わりポイントということができなくもない。同じように、円柱で考えた場合、どうなりますか？まあ、上の面と、側面は非常に分かりやすいというのに対して、まあまあ、こっちでいくと、ここ明るい。ですね、一番明るくって、暗くなって、よくまあ、回り込みとかまあ、
反射とか光よく使うんですけど、そういう言葉をね。こっちがまあ、ちょっと明るくなると。円柱もそうです。この辺ちょっと明るくなるんです。すると、ここが暗くなる一番。もう、ちょっと濃すぎた。ここが一番濃くなるラインなんですね。円柱でいうとこの。はい。極端に書きます。なんで、まあ、こういったあたりを、両線と呼ぶと。はい。ということで、まあ、そろそろ何が言いたいか分かってきたと思うんですけども、改めてそのイラストの方に戻りますと、どう見えますかというところで、はい。これはですね、ここ一影ね、円柱として腕を見立てて、右側くらいと。で、このラインが、そうですね、ちょっと待ってね、このラインがね、ほら、まあ、暗くなるわけですね。だけど、反対側から、こう、回り込みの光とか、そういったものが来て、むしろここちょっと明るくなると。光が当たって。結果として、ここが残る。円柱とかと同じ理論。ここが残るわけですね。一番光が当たらない場所がここになる。なので、それをデフォルメで描いて、まあ、こういう線にする。髪の毛も同じですね。はい。実は、ここを暗くするとかっこいいと思って、やってることではあるんですけども、はい。で、なぜそれが暗くなるかというと、この円辺対比の誇張、もしくは、両線をデフォルメとして描いている。この二つの候補が挙げられます。で、シワのとこでも言ってるんですけども、誇張表現っていうのは、OK なんですよ。イラストっていうのは絶対 OK。だけど、嘘をつきすぎると、ってか、ありえないことをやっちゃうと、そこはちょっと矛盾とか違和感に生じることが多いんですね。そうした意味で、こう自分が書いてるものって何を書いてるかっていうのを結構こう考えて勉強すると、まあ、それも面白いです。今回で言うと、これは円辺対比もしくは両線どちらかを誇張表現してるということなので、まあ、全然やっていいということになります。で、この辺も分かってくると、じゃあ実際円辺対比と両線ってどんな感じで入るんだろうと、そういう目線でも世の中のもの見えてくると思うので、またまたこう勉強、研究の違いが出てくるという。もうね、いい循環の繰り返しですよ。そうなってくると。なので、ぜひぜひね、まあそういう感じで絵を見ていくと、そして世の中の景色見ていくと面白いと思います。ということで、また次からね、シワの続きの動画上がっていくとは思うんですけども、円辺対比と両線。こちらかなり使っていけますので。皆さんもね、ここを、この場で、まあ、ご理解のほどいただけると幸いでございます。それでは今回ここまでです。お疲れ様でした。はい、今回もね、ご視聴いただき誠にありがとうございました。次も見てみたいという方はね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またね、こんな講座も見てみたい等のリクエストがあれば、お気軽にコメントいただけたらと思います。以上、タカでした。